どうも。本日はどうもありがとうございます。こんな年末の寒い時にお越しいただきましてありがとうございます。メンバー一生懸命頑張って演奏しますのでですね、当バンドはジャズバンドでございましてですね、ちょっと古いジャズを演奏しましてですね、今日はですね、次のバンドですね、電気は一切使っておりません。楽器が電気を使わない楽器だと言いますので、停電になっても演奏できますので、はい、お聞きください。じゃあですね、ちなみにニューオリンズの古い曲でございまして、サウスっていう曲がございましてですね、それをやりたいと思います。はい、サウスなので、南っていう意味です。知ってる、知ってる。
丈夫です。はい、今大丈夫です。ニューオーリンズのジャズと言っても分からないと思うので、まず聞く前に簡単にご説明をいたしますね。ですね、ニューオーリンズというのはですね、アメリカ合衆国のですね、ルイジアナ州のですね、ニューオーリンズというのがありましてですね、場所的にはですね、これアメリカ地図がありましたらですね、見えないで後で配りますからね。ということですね、これですね、ジャズはですね、19世紀の後半からですね、20世紀の初頭にかけてルイジアナ州のニューオーリンズで起こりましてですね、この地方はですね、14世紀の中頃はですね、まあ、アメリカの大陸なんですけども、スペイン人に発見されましてですね、最初はスペイン領になりました。14世紀ですので1350とか1400までね、そうですね、17世紀の後半にですね、フランスの植民地になりましてですね、ここですね、フランス政府はですね、ルイ14世、フランスのですね、ルイ14世の何にちなんでですね、ルイジアナと名付けたんです。そうです、ルイジアナ、ルイの名前なんですね、ルイ14世ですね。ところですね、そうところですね、ルイジアナっていうのはルイの14世のものっていう意味だそうです。この土地はルイ14のものだということですね。これでですね、次にですね、ルイ15世のですね、摂州でですね、オルレアン公のフィリップス2世っていうのがちなみましてですね、これがですね、オルリアン公のということでですね、新しいオルリアンということで、ニューオルリアンということで、ここはニューオルリンズとなりましてですね、でここはですね、1803年にですね、ナポレオン、かの有名なナポレオンがですね、アメリカ合衆国に1500万ドルで売りました。1500万ドルを換算しましたらですね、1500円じゃないです、1500万ドルですよ、ね、これがですね、ですね、日本円の、1ドルをですね、100円で換算しますと約15億円でこれ売ったということなんですね。安いですね、アメリカ合衆国を15億円で売ったという、こういうことでございまして、ね、まずこれはこういう歴史があるというこの音楽をやっておりますので、まあ、こういう歴史があったんだなと思ってください。まあ、細かいことは後から始まりますので、よろしくお願いします。はい、少しはちょっとジャズのことに近づいてきたっていう感じですね。はい、ありがとうございます。すごい近いですね。そう。次は。